はいどうも皆さんこんにちは、りょうでございます。というわけで本日からこちらマインクラフト新シリーズでやっていきたいと思います。何をやっていくかと言いますと、仮面ライダーモッドを入れて遊んでいきたいなと思います。それではゲームスタート。はい、というわけでやってまいりましたと。はい、どんどんやっていきましょう。でね、 JI ジャストイナフアイテムズを入れております。まあ基本は使わないかな、あんまり。仮面ライダーモッドはもうそのまま仮面ライダーモッドなんで、特に言うことないんですよ。その他入れているモッドについて、カットオールとかマインオール、一括破壊系モッドを入れております。で、一応書き換えはしておきました。まあ、書き換えはマインオールの方だけで、仮面ライダーモッドで追加される鉱石があるんだけれども、それを一括破壊してくれる。そこだけね、書き換えました。それ以外は触ってないです。あとまあ、一応触ったっちゃ触ったっていうと、こうやって掘った時、自分の荷物に入ってくるようにいじりましたね。で、あとトゥワイライトフォレストですね。黄昏の森です。解体作業台が欲しいがゆえに入れました。で、仮面ライダーモッドはね、いくつか、まあ、建造物がね追加されますので、それもねしっかり見つけていきたいなと思います。敵も結構追加されてるからね。で、まあ、ディメンションもいくつかあって、2つくらいかな、知ってるので。はい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 、ちょっと離れた場所に来たら、これが仮面ライダービルドのパンドラタワーでいいのかな、多分。もう一応最初に見つけても攻略できんことはないんですよ、一応。でも、ここ最初に攻略してしまうと、以後、ぬるゲーになってしまうんで、場所だけちょっと覚えておきます。アンクごめん。アンクです、今のが。たださ、あんまりね、紹介せず終わるのも、あれなんで、ちょーいっとね、マジで？なりちょっと。ちょいとね、こいつらいっぱい倒して、仮面ライダービルドにね、ちょっと今回なって終わろうかなと思います。ちょっとね、かなり時間かかると思いますが、それでもね、ちょっとなろうかなと思います。で、たまにね、こうやってスマッシュになることがあります。死ぬー、危ねー。あ、ネブラ、スチーム、違うわ。あ、合ってるわ。ネブラガスサンプル。こいつね、手伝わせることで、フルボトル洗浄機ということでね。今入手した、これをね、しっかり使えるね、やつにするっていう。なんか気づいたら、ほとんど北斗のガーディアンなんだけど、あ、来た来た来たー。たまーにね、こうやってブラッドスタークとか、他にもね、グリスが出てきたりします。でね、ブラッドスターク倒したら、ここの多分2つが手に入るかなと思います。ちょっと一旦ね、家実は作ったので、そっちに戻りたいなと思います。はい、で、さっき言ってた通り、このネブラガスサンプルっていうのを真ん中に置いて、で、周りを鉄で囲うと、フルボトリ、あれ、え、なんでフルボトリって言っちゃうん？フルボトル製浄機というものができます。スマッシュボトルっていうのを売ってあげることで、こうやっていろいろね、出てきます。で、これでね、めっちゃ運がいいんで、タンクが出たかなと。タンクは出てないですね。じゃあちょっとね、タンクが出てくるまでちょっともう一回ちょっと戦っていきまーす。ちなみにちょっとこの家の形ね、見たことあるとかちょっと言わないでくださいね。ちょっと、この家が一番、今ちょっと作りやすいかなと思ってこの家にしたんで、ちょっと言われると、ちょっと問題が起きてしまう。はい、というわけでね、取れていなかったということでね、もう一回ね、同じ流れをね、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、タンクが出ましてですね、はい、タンクが出ました。はい、こちら、真ん中にね、タンクボトルを置いてもらって、周りにエンプティボトルを並べてください。そしたら、こいつできます。ビルドドライバーが。で、こいつは足なんですね、一応。で、このビルドヘルメット。まあ、そうですね。はい。こいつ足なんで、まあ、いつものように装備作る感じで足だけ省いてもらってね。じゃあ行きますよ。あ、ちょっとつけちゃった。ちなみにね、これつけただけじゃ何もなりません。こいつね、このベルトをつけることで変わります。行きますよ。3、2、1。はい、行かないっていう流れをね、さっきもしたんで。はい、ドン！はい、こちら。仮面ライダービルドになることができましたね。赤と青じゃないっていうのはちょっともうさっきもやったんでね。はい。で、大体の仮面ライダーにはこうやってね、バフがつきます。
移動速度上昇だったり、ちょっと今わかんないけど攻撃力上昇だったり、まあ最速だこのね振り方ね、ああいうの見てもらったらわかるかなと思います。だけどね、まあ大体仮面ライダーモッドはねちょっとずつちょっとずつねやっていっぱいね飽きていきたいなと思っておりますので、今後もよろしくお願いします。第1話仮面ライダービルドかっこクローズになることができました。また次回からもよろしくお願いします。それではバイバイ。あー危ねー、今普通にさちょっと撮影終わった後ちょタンクゲットしとっかと思ってさ倒してたんだけど、グリスがね出てきました。で一応ねここ倒しておきたいなと思います。多分これかな、このエンプティークラッシュゼリーだけだと思う。もしかしたらここエンプティフルボトル落ちてるかもしれんけど、なんかそれといってグリスっぽいのがないね。いや本当にね、もう毎回毎回これで終わりかなと思ってやってるんだけど、エンジンブロスさんがね出ましたね。生徒のやつから出たと思います多分。キャッスルボトルもねグリス落としてますね。エンジンブロスはギアエンジン落とします。まあこれクラフトすることでエルブロスね、あと、ギアリモコンとね